ブルーミンデイズ、日々これ良き日。あのね、はい、何日か前に、ドムドムバーガーでね、うん、丸ごとカレーバーガーとかっていうね、カレーのこのフライっていうのかな、お魚のカレー、はい、これがね丸ごと入ったカレーバーガーが出るよっていうのを見てね、うん、でこれちょっと調べたら9月10日から、うんうんうん、っていうんだから、まあ、何日か前から発売になったらしいのよ、はい、これね、まあ、ご存知ない方にちょっと説明をするとね、はい、このカレー、お魚のカレーね、うん、はいはい、これのフライが、うん、丸ごと、うん、バンズの間にね、うん、挟まってて挟まってるで、これはタルタルソースなの？そう、タルタルソースと特製甘辛醤油だれ、うん、あ、照り焼き的な感じの、そうですね、味のものなのかな、はい、これがね、かかってるっていうことでね、うん、美味しいかどうか分かんないけれども、はい、なんかとりあえず1回ぐらい食べてみたいなとは思いますよね。嬉しいことにですね、うん、このカレーは中骨取ってありますし、うん、丁寧に下処理してあるので臭みはないと書いてあります。あ、そう。でこのヒレの部分、うん、横のヒレとかありますよね、尾びれ、はいはい、あのサクサクパリパリの食感で食べられると私こういうとこ一番好きなんですよね、お魚って。あ、なんかね、はい、今これ開発した人のインタビューを見てるんですけれども、はいはい、うん、まず、うん、横ヒレからパリパリと食べるのがおすすめって書いてあるよ。これいや、これ自動的に物理的にこの持った映像を想像すると、うん、そうなるかなと思いますよね。よくね、うん、こういうハンバーガーの形状では出てはくるけれども、うんうん、なんか分解して食べるようなものもあるじゃない。 ありますね。だから、うん、まずはフライだけを、うんうん、パリパリ食べて、サクサク食べて、うん、でちょうどいいところで挟み直して、うん、もう一回食べるとか ね、 そ、 かね、そういう必要があるのかもしれないけれどもね。確かに一口でちょっとね全部をカムッといくのは難しそうですもんね、うん、ね、うん、あの私がね、うん、子供の時、初めてこのハンバーガーっていう存在を知ったのはね、うんうん、はい、ポパイの漫画あるでしょ。あ、漫画、うんうんうん、あのポパイの中にね、あ、ハンバーガーが好きな、うんうん、なんか小太りっていうか太ったおじさんが出てくるんだよ。出てきます、出てきますね。であの漫画を見てて、うんうん、ハンバーガーっていうのはね、うん、うん、なんて美味しそうなものなんだろうなんて思ってましたけれども、うん、はい、その当時はね、うちにはこのマルシンハンバーグ、うん、うん、これがもう日常的に出てたんで、はいはい、いつかこれをね、うん、パンに挟んで食べてみたいななんて思ったりもしてたんですけれども、うん、はい、その当時はね、うん、そのバンズみたいなものっていうのは、うんうん、多分まだ売ってなかったと思うのよ。なかったと思う。そうするとしょうがないから食パンで、食パンとかバターロールとかバターロールもあったかな。バターロールはなんか幼稚園の時にサンドイッチみたいにしてもらった記憶があるんですよ、うん、あ、そう。間に卵とか、うん、ハムとか挟んでもらった記憶があるから、はいはい、多分バターロールはあったと思いますね。まあ私はね、うん、その食パンで挟んで食べて、うんうん、なんかこれじゃないかみたいなものがありましたけれどもね。皆さんこんばんは。時刻は午後10時を回っています。 79.1MHz 郡山コミュニティ放送ココラジからブルーミングデイズプラス日々これ良き日、この後午後11時までお送りいたします。この時間のお相手はキュレーションコミュニケーター倉島桃子とディレクター小出でお送りいたします。さあ今日はハンバーガーのお話から始まりましたけれども、うん、以前ね、私が横須賀に住んでた時、はい、このね横須賀中央っていう駅のそばには、はい、この米軍の基地があるんですよ、はい、だからこの外国人の人もかなりたくさんいるんですけれども、うんうん、このね外国人の人たちはね、はい、マックにいる人はあんまりいなかった、ほとんどがね、はい、バーガーキング、あ、バーガーキングね、うん、あそこに行く人が多かったね。うん、これはだけどね基地の中にマックがあるのよ、はいはい、だからそのせいもあるのかもしれないんだけれども、なるほどね、基地の中ってね、はい、年に何回か入れるのよ、うんうん、あ、なんかね、そうありますね。それでね、この入れるって言ってもね、うんうん、その時期によって、はい、どこまで入れるっていうのが
ちょっと分かれてて、うん、はい、私も何回かキッチンの中入ったことあるんですけれども、そのたまたま行った時にはね、そのマック、はい、それからその横っちにはねボーリング場があって、でその基地の開放日にはね、うんうん、そこでマック買ったりとか、それからボーリングもできたりする、うんうんうん、しましたけれどもね。そうですか。確かにね、はい、あの大きさなんか違ってたような気がする。買わなかったけれども、うん、大きさを見てるとね、食べてる人の大きさを見てると、はい、なんかやっぱり、うん、この日本の大きさとはちょっと違ってたような気がしましたよ。そうですか、うん、まあ、マクドナルドなんかも全国どころか世界に、ね、展開してますけれども、うんうん、国々によって、ね、取り扱い商品が違ったりとかっていうことでね、はいはいはい、あのっていう話もありますし、うん、まあ、そういったお国柄が体験できる面白いスポットかなっていうのと、うん、あと食べるものに困ったら、うん、とりあえず味が標準化されてるので、うん、間違いがないだろうっていうことで行くなんていう話もね、よく聞きますよ。よくほら観光地とかね、はい、ああいったところに行くと、うんうん、せっかくだから派と、うんうん、それならそれで派に分かれるでしょう。あー、なるほどね。わざわざね、うん、こんなところに来て、はい、お昼を吉牛で済ませるのはいかがなものかっていう人もいればね、はい、うん、もうどこ行っても混んでるし、うん、いいんじゃない吉牛でっていう人もいるしね、うんうん、そうですね。倉島さんどっち派？私ね、どっちかな、せっかくだから派かな。だよね、うんうん、それはね、うん、私のこの経験上はね、女性の人はほとんどがみんなそう。ねえ、うん、それでもう大体男の人は不機嫌になってるのを見たことあります。え、何、待たされたりとか。そうだね、こんなところじゃなくたっていいんだからっつって言ってんのに、うんうん、いいのよここでとかっつって一緒に並んでんでしょ、うん、あ、 でも私の場合そこがちょっと違う部分もあって、うん、せっかくだから派で行くのを前もっても決めてるから、うん、予約とか、うん、あの空いてる時間とか抜け目なくいろんなこと調べてから行く系なんですよね。あ、行き当たりばったり派じゃないのね。そう、基本的には。あ、そう、うん、This program is presented by Neo Japan Style 79.1 Coco FM.
ブルーミンデイズ。日々これ良き日。昨日の9月13日が江戸の大泥棒ネズミ小僧チロ吉が獄門に処せられた日ということで、昨日の東京8号4に引き続きまして、ネズミ小僧チロ吉をテーマにお送りいたします。昨日の、ね、はい、放送ではこのネズミ小僧はね、はい、盗んだお金を庶民に配っていたというお話はよく聞くけれども、うん、はい、まあ、それは単なる噂話で、まあ、実際にはね、うん、盗んだお金は博打とか、はい、うん、それから遊郭通い、はい、まあ、こういったものに使っていた、うん、まあ、とんだクズ野郎ですよみたいなね、うん、うん、はい、うん、そういうようなお話をしましたけれどもね、はい、これはネズミ小僧が捕まった際の取り調べの調書というものが実は残ってまして、うん、はいはい、でこの自白調書によりますと、うん、盗んだ金3321両2分、うん、旧貨260文、うん、銀4文目3分、はい、そして銭700文は衣食住の贅沢に使い、うん、その他は主食遊興、つまりお酒とか、はい、それから遊ぶ女の人とかね、うん、または爆益、これ博打ですかね、はいはい、の元に使い、際立って貧民に施した形跡はないと書かれていたことで、うん、まあ、そのように言われているということなんですよね、うん、これだけどね、うん、3300両っていうのは、うんうん、今の価値で直すとこれ大体1両10万円だとしてね、はいはいはい、3億円ぐらい、そう、3億円以上でしょ、うん、とかってね、これ、まあ、仮にね、はい、10年間で計算すると、うん、月収250万ぐらいですよ、うん、はい、このお金をね、うん、そんな遊びだけで使うっていうね、まあ、物買うとかなんとかってんだったら別ですけれども、電化製品あるわけでもないしね、うんうん、家買ったわけでもないしね、ないし、うん、長屋住まいだったわけでしょ、そう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 、これはだからね、うん、遊ぶ金にしてはちょっと使いすぎかなっていう気はしますけれどもね、そうですよね、うん、ではどうしてこの盗んだお金を貧しい人に配っていたかという噂が、うん、はい、まあ、広まったかというお話なんですけれども、うん、まあ、当時江戸の町には匿名で施しをする何者かがいたという話がありまして、はい、で、はいはい、その話から、まあ、それがネズミ小僧だったんではないかということで言われているようなんですよね、うん、で例えば話の中には、うん、この大町2丁目の久左衛門と、うん、道長1丁目の雷助さんという方かな、うん、かねてから困窮者だったが、うん、21日の夜8時ごろ、うん、覆面をした男が、うん、まず久左衛門の家の前に米1俵を置き去り、うん、さらに同夜10時ごろ、うん、雷助の家の前にも同様に米1俵を差し置いた、うん、居合わせた者が名前を尋ねたが答えずにすぐ立ち去ってしまった、うん、同町の手代ともから申し出があったので、うん、書きつけを持って御届けをする次第であると、うん、というような、まあ、奉行所への届けが出ているということで、うん、まあ、ひょっとしてそれがネズミ小僧なのではないかということのようなんですよね、うん、これ今でもね、うん、伊達直人さんの名前でね、はい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 、いろんな孤児院とか、うん、ああいったところにランドセルが届いたりしますけれどもね、はい、これはお米なんだね、そうお米ったって1俵って60キロでしょ、うんうん、これはどうやって持ってきたんだか分かんないけれども、第8車かなんかでガラガラ持ってきたのかね、まあ、担いでってことないでしょ、担いで一人でっていうと相当の大柄の人っていう感じになっちゃいますからね、うん、しかもこれあれでしょ、これ覆面する必要ないよね、うん、そうご注文があったんでお届けしましたっていう ね、 そうですね、なんかこの酒屋の出前みたいなのとわけが違うもんね、うん、そうなんですよ、しかもこれあれでしょ、ピンポイントで来てるわけじゃない、きっと来てる来てる、これだから生活に困ってたっていうことをよく知ってる人なんだよね、これ、うんうんうん、ネズミ小僧じゃないかっていうふうにね、うん、言われるっていうのはね、はい、まあわからないでもないですよ、そうですよね、うん、でこの自白調書、先ほどご紹介したもの、はいはい、これによりますと、うん、このネズミ小僧ジロ吉が盗っ人稼業を始めた頃のことも記載してあったということなんですけども、はいはい、ある商店から70両を盗んだんですが、うん、まあ、数日後その商店の前を通ったところ店が閉まってまして、うん、どうしたことかと通行人に尋ねたところ、はい、数日前に70両を
盗まれて、うん、どうにもならず店を畳むことになったと言われたと、うん、で次郎吉はさても町人の身の上は朝露のごとし、それを取るは情けなしと短足し、まあ、ため息をしたと、うん、はいはい、でその夜また忍び入り70両を元のところに置いていったということで、うん、そしてあの大名の身の上は町の人とは違うと、うん、これよりは、町の人からは盗まず、うん、大名家のみから盗むと固く誓ったそうだということのようですね、うん、なんか固く誓う場所が違うような気がしないでもないけれどもねそうそう、結局盗むのかっていう話にはなりますけれどもね、うん、これほらさっきのお話だけれどもね、この自白調書の方で、はい、まあ、洗いざらいお話ししてるから、はい、まあ、これを信用したところ、うん、ネズミ小僧はそういった貧しい人にね、はい、施しなんかしてませんよっていうことなんでしょうけれども、これだけどほら江戸っ子なわけでしょ、うん、この粋な江戸っ子がね、はい、自分がやったね、うん、いろんなそういう善行をね、はい、ペラペラ喋ったのかね、そう、そこがね結構消せないというか、なんか私のだから江戸っ子のイメージだとね、うん、そういうのをペラペラ喋るのは本当に恥ずかしいこと、かっこ悪いっていうね、風に感じるからね、うん、言わなかったんじゃないのかなっていう気するよね、逆にね、だってさっきも言ったけれども、うんうん、お金が使いすぎでしょこれ、そう、そんなにかかったのかなっていう疑問ですよね、うん、仮にね、うん、これそんな遊郭行って、うん、こんなのなんていうの大名遊びみたいな感じのことをしたらね、うん、目立ってしょうがないでしょ、確かに、あいつは一体ね、うんうん、どうやって金を調達してんだとか、うん、そんなもんすぐ噂になるもんね、うん、だからね、うん、まあ私の仮説ですけれども、はいはい、うん、これはやっぱり配ってたんじゃないかなっていう気がしないでもないですけれども ねかっこ悪いからやっぱ言わなかったっていうね、うん、うん、You told me I'm your anchor I told you you're my pole Through the wind and fire we try to hold onBuild this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, a story that we never told. So far it's taken for my own. You said.Just keep holding on If you're about to break oh, 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 I'll always be your captain From our failures we have grown You said just keep holding on If you're about to break oh, 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 I'll always be your captain I'll beCaptain
倉島桃子です。ディレクター小出です。ブルーミングデイズプラス日々これよき日、毎週火曜日夜10時からの1時間、知らなくても困らないけど知っているとちょっと嬉しい、そんなお話を素敵な音楽とともにお送りしています。つまらなくはないですが、かといって面白いわけでもありません。ブルーミングデイズ日々これよき日。昨日9月13日が江戸の大泥棒ネズミ小僧次郎吉の命日ということで、昨日の東京8号湯に引き続きましてネズミ小僧次郎吉をテーマにお送りしています。はい、で先ほどはですね、ネズミ小僧は盗んだお金を配っていたのではないかという話をしましたけれども、いろいろと調べてみますと、実際に盗んだお金を貧しい人たちに配っていたという泥棒もいたようなんですよね。なるほどね。はい、これはですね、江戸時代後期の肥前の国平戸藩第9代藩主、松浦清により書かれた随筆集というのがありまして、菓子屋という名前なんですが、こちらに書かれているっていうのがですね、名前が倉田吉右衛門という方で、いくつかの逸話が残っているんですね。例えば、文政5年1822年9月7日に、旗本八島源七郎の屋敷に何者かが忍び込み、金子と証文、書類などが入った引き出しが箱ごと盗まれたそうなんですが、被害届によれば盗まれたものは金37両と、借金の証文が金20両1枚と、15両4枚、10両の証文1枚、そして帳面と書類だったとのことなんですが、4日後の11日午後8時に隣の家の境に丸い包みが投げ込まれていまして、7日に盗まれた証文と帳面などの書類と手紙が入っていたと。でこれ差出人、倉田吉右衛門はいと書かれた手紙には次のように書かれていたそうです。貴殿の暮らし向きが裕福であると思い、金子を借用、つまり盗みに参りましたが、忍び込んでみると意外にもさほど豊かでないご様子、大変申し訳ないことをしました。しかしながら私は自分のために忍び入ったものではありません、もはや生きていられないほど苦しんでいる人を見殺しにできず、さりとて私も困窮のみ、やむなくお宅の金子を借用した、盗んだ次第です。近日中にきっと返済いたしますので、それまで少しの間お待ちください。そして追伸ではですね、私は裕福な人のものを奪い貧しい人を救うことを何年も続けていますが、借りたお金、盗んだお金は、遅かれ早かれ必ず返してきました。そのせいかもう年齢も50代ですが、寿命も尽きずつつがなく過ごしていますと、自分の義賊としての経歴や年齢まで述べているということのようなんですよね。なんか絵はがきの文章の筆だよね、これね。なんかね、お手紙書いたっていう、本当にね、これはだけどあれだね、返された方もね、なんかちょっと恥ずかしい感じがするよね。ありがたいと思うよりもね、これだって旗元のお宅なんでしょ。そうなんですよ。だからね、こんなのが公になったらね、なんだかさ、あそこんちの旗元の侍さんのお宅にね、泥棒入ったらしいんだけれどもなんか困ってるっていうからお金返しに来たらしいぞなんていう話が ね、逆に広まっちゃったらば、ちょっと恥ずかしい感じがしないでもないけれども ね、これは何、実際どこどこに配ったとか、もらったっていう人はいたんですかね。いや、そういったお話はないようですけれども、当時その手紙っていうのは、八島っていうのはさっきの源七郎さん、旗本の方ですね、こちらの親族や知人友人などを通じて江戸中に広まりまして、でこの義賊倉田吉右衛門という方は人々の注目を浴びて、その後彼がどうなったのか定かではないと言われているそうですね。これは本当にいたのかね、どうなんでしょう。詳しい資料も実はそんなにたくさんないみたいで、この
松田清さんに書かれたこの随筆集、はいはい、これ結構そういったまあ俗世間のものを多くいろいろ取り扱った資料と言われているみたいで、だからそこからの話ですから、うん、まあ何かそういった世の中に広まっていたことを随時書いてたっていうんですかね、うん、そういったものだとするとなんかこう赤裸々に本当なのかなと逆に思ったりもするんですけどもね、うん、あとはあれじゃないの、狂言みたいな、本当は盗まれていないんだけれどもなんかあの年末、矢島さんが、そう、あの年末越せないから、年越せないから、うん、ちょっと盗まれたっていうことにして、みたいな感じにしたとも考えられなくもないよね。だってその後どうなったのか分かんないってね。そうなんですよね、うん、実在してたのかどうかっていうのもね。そう、文章があまりにもリアルだしね、うん、伝え聞いた話とはいえ、うん、随分とリアルだなっていうのもありますしね。ほら、あのうなぎ屋さんがね、うん、売り上げが落ちて困った時に平賀源内に相談して、はいはいはい、じゃあこういう風にしなさいって言われた通り、うんうんうん、当時のこういうコンサルみたいな人がいて、はい、あちょっとねもうお金がなくて困ってますみたいな相談をしたところ、はい、うんうん、ではね、うん、ちょっと手紙を書くから、うん、つって、さらさらさらっとそのコンサルの人が書いてみたいなね、そういうシナリオがあったっていう可能性もなくもないんじゃないのかな、これ ね、まだまだもしかして研究もねされてるのが少なくって、うん、そういった資料しか残っていないのかもしれませんけれども、だってこれしか残ってないなんておかしいね。そうなの、うん、それも不思議なんですよね、うん、だからまあ江戸時代の当時の人にしてみればいろんな資料を厳密なものを探してね、うん、あの本当だとか嘘だなんて検証する術もなかったでしょうからね、うん、どんどんこういったいろんな話がおひれはひれついて、ネズミ小僧のそういったあ盗っ人の話と一緒になってね、うん、いろんな風に広まっていったっていうのはちょっとありそうな気はするんですよね。ね、うん、ブルーミンデイズ。
日々これ良き日。昨日9月13日が江戸の大泥棒ネズミ小僧次郎吉の命日ということで、昨日の東京8号4に引き続きましてネズミ小僧次郎吉をテーマにお送りしています。まあ今までね、はい、このネズミ小僧っていうのは、はい、盗んだお金をね、うん、庶民に配っていたという話は嘘で、博打とか、うん、それからあの遊郭通いに使ってたっていうのが本当なんですよっていうようなね、うんうんうん、ことがもうネットではほとんどそういうふうに書いてありますけれどもね、はい、まあ本当は違うんじゃないのっていうことを、うん、まあちょっと私は疑ってはいるんですけれどもね、まあ、仮説ですけれどもね、うん、でこのいろいろとその他にも調べてみますと、はい、まあ、ネズミ小僧が義賊としてもてはやされた背景には、うん、大阪の人頭ブーム、はい、これあの仁義の仁に盗むと書いて、うん、人頭ブームというのが、まあ、関係があったんじゃないかというような資料があります。人頭っていうのはこれはどういう意味、はい、これはあの弱きを助け強きをくじくみたいなまさにまあ義賊と呼ばれるような泥棒のことを指している。あ、なるほど。で、あの先ほども出てきました、うん、肥前の国平戸藩、うん、第九代藩主の松田清の随筆集、うん、カッシーヤワのお話の中に、うん、まあ、このように書かれていたという話がありまして、はい、でその内容というのが、うん、まあ、大阪にあった奉公人も多くいた質屋さん、うん、実はここの主は泥棒だったんですが、うんうん、貧しい人には質草も取らず無利子で貸していたということです。いい人だね。そうで、うん、結局捕まってしまうんですが、うん、捕まる直前には債権債務の証文類をすべて焼き捨てて、うん、自分が捕まった後に、うん、貧乏人が借金の取り立てに合わないようにしたそうです。で、まあ、そのような人物だったので、うん、多くの人から捕まった時に、うん、まあ、除名嘆願助けてくれと、うん、いうふうにことをされたんですが、うん、まあ、残念ながら処刑されてしまったと、うん、で多くの人々が供養に訪れたそうです、うん、でこの話というのは、まあ、早速、うん、これ江戸の市村座という、はい、まあ、歌舞伎ですよね、うん、これの花の雲は、あ、じゃあ、うん、花雲は剣棒の曽我っていう名前のお芝居、うん、花の雲、あれ、あけぼの、あけぼの曽我じゃないのこれ花の久保明けもの曽我というお芝居になったということで、うん、まあ、こういった心優しき泥棒の話はネズミ小僧が登場する前から実はあったようなんですよね、うん、今ね、うん、この資料ちょっと見てみると、はい、うん、この質屋さん、はい、資材になったのが1803年なんだって、うん、前だ。それで、うんうん、ね、この次郎吉が生まれたのが1797年とかそのあたりなんだよね、はい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 、だから、うんうん、同じ時期とは言わないけれども、こういったあの義賊のこういうものを題材にした歌舞伎とか、はい、まあ、浄瑠璃とか、うん、そういったものっていうのは、うん、そのネズミ小僧が初めてなわけじゃなくて、そうですね、それよりも前からあったっていうことなんだね、これね。そうですね、だからその講談とかね、はい、このネズミ小僧が取り上げられたっていうのは、うん、もてはやすのにはちょうど良かった存在だったのかもしれないけれどもね、うん、そうですね、材料としてはね、うん、まあ、ちょっと時事的なものもありながらも、うん、まあ、それに脚色されてね盛り上がるお話、うん、でしかもこの上にお上にね、はい、いろいろこう締め付けられていた江戸時代の人にとってみれば、うん、あの気持ちがすっきりするみたいなね、うん、そういった役割があったのかなと思いますよね。これ倉島さんはね、はい、これネズミ小僧はお金配ってたと思う、うん、私もね最初この資料をいろいろ読んだ時には、うん、その実は配ってなかったっていう話の方がすっきりするような気もしたんですよ、うん、ただこれあのいろいろ資料を読んでみると、うん、その江戸時代の人もヒーローに仕立て上げられた人をお芝居や何やら楽しんでいたように、うん、もしかしてそのすっきりするみたいなところで私もいろいろこう騙されてるというか、はいはい、思い込みで見ちゃってる部分もあるのかなと、うん、だからよくよく深く考えると小出さんが仮説を立てたように、うん、お金の使い道を考えた時にどう考えても使い切れないような金額っていうのがあるから、そうだよね、だからやっぱり配ってたっ
ていう話の方が自然な感じもするなっていうふうにちょっと変わってきてるんですよね。あとはなんかあれじゃないの、どっかに埋めてるとか隠してたとか、なんかそういうようなことあったりしないのかな。あとはね、ネズミ小僧って奥さん以外に、目かけがいたっていう話があったと思うんですけど、そういった方たちにも生活費としてまとめてあげてたとか、もしそれならそれでやっぱりね、話が残ってってもおかしくないような気がするのよ。もらっていたって、そういうそっち側サイドからのお話があったっていいわけでしょ。そっか、あなたの知らない本当のジロ吉みたいなそういう手記みたいなのが告白本みたいな、そうだって江戸時代の今と大して変わんないでしょ。そっか。でね、なんかそういうふうに言われてるけれども、実は本当にこんなにいい人だったんですよとかね、そういうような話なんての一つや二つなんてありそうなもんだけれどもね。そっか、そっちサイドからの話がないっていうのもね、だからまあ考えられるのは、やっぱりこの歌舞伎関係、中村座、に、相当いろいろ入れ込んでたというかね、援助してたっていう可能性はあるよね。今までそんなね調べることありませんでしたけれども、この一連のいろんなことを調べてみるとね、私はねお金配ってたんじゃないかなと思いますよ。じゃあ私たちの番組の見解としては、ネズミ小僧はそうとはいえ実は配っていたんだろうというのが、結果というか結論ということですね。Love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free.Just be with me, just be with me, just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to.I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me.ブルーミングデイズプラス日々これを聞き、毎週火曜日夜10時からの1時間、郡山生まれ郡山育ちの倉島と、埼玉生まれ埼玉育ちのディレクター小出が、東京と埼玉の隙間から和やかに放送中。たまにね、飼い猫のドリ君も出ます。なんか言って。ブルーミングデイズ日々これよき日。昨日9月13日が江戸の大泥棒ネズミ小僧ジロ吉の命日ということで、昨日の東京854に引き続きネズミ小僧ジロ吉をテーマにお送りいたしました。はい、今回ね、いろいろ調べてみて、ネット上とかで、まことしやかに言われているいろんなお話ありますよね。例えばこのネズミ小僧の風体ね、よく言う丸顔だったとか小太りだったとかやつそう、それから何職人風だったとか色白だったとか、これねいろいろ調べてみるとね、このネズミ小僧に関する情報っていうのは、今日紹介した
この自白調書と、うん、さっきの、うん、この松良なんたらさんの書いた、はい、何随筆集、そう、この歌詞屋は、うん、この2つしか残ってないのよ。うん、でこの松良さんが自分のところの、はい、うん、この若い衆に、はい、見に行かせたらしい、うん、この千住で処刑されたっていうんで、うん、はい、どんな首だったと言って、はい、その晒されてるね、うん、この首を見て、はい、それで、目は細かったとかちっちゃかったとか、うん、色白だったとか、そっかっていうことで、うん、それを書いてるっていうだけなのよ。で何悪党の顔色柳もなく、うん、いかにも柔和に人物よく職人体に見えし、うん、っていう風にその見てきた人が言ったっていう、そっか、これだけなのよ。もうほとんど想像というか感じたままっていうことですもんね。亡くなった人のね、うん、顔を見てね職人風だなんてわかんのこれ。わかんない。しかも、うん、ほら首を切るなんてね、うん、よほどむくみますよね顔とかね、いわゆる肌色とかわからないじゃないですか生前の時の様子が。色のはわかんないと思うよ。それはみんな色白くなんじゃないの、血がなくなっちゃって。だって髪型だってそうですよ。ああそうだよ ね、うん、途中で髪の毛別に整えて飾るわけじゃないんだろうから、うん、これ目だってね、うん、つぶってたらちっちゃく見えるだろうしね。そうだからこれはねかなりね、うん、今その世の中に出回ってるね、うん、ネズミ小僧次郎吉のね、はい、いろんな情報っていうのはね、うん、まあこのかなり怪しいというかね。そうですよね。あんまり鵜呑みにしたい方がいいんじゃないかなと思いますよ。他の資料だと結構おもながに書かれてたりようなね、うん、のもありましたし。でもあれはその歌舞伎の演目の様子だったりするんじゃないのあれ。そうなのかな、うん、だってそんなあの小太りなね歌舞伎役者なんてあんまり主役やるってのはあんまり考えにくいもんね。まあね、まあ、どこかにこの話のネタとしてね覚えておくっていうのはちょっと面白そうな気はしますよね、うんうん、みんなが知らない情報が今日ここでご紹介できたかどうかっていうのもさておいて知ってたっていう人もいるかもしれないしね、うんうん、そうね、まあ、面白かったですよ、はい、面白かったですね、はいはい、本日の放送内容やお送りした曲のプレイリスト放送後期など番組特設サイトに音楽と音声合わせてアップいたしますので、うん、皆さんの聞きたい時間にお好きな楽しみ方をお試しいただければと思います、はい、それでは今日ここまでのお相手はキュレーションコミュニケーター倉嶋桃子とディレクター小出でお送りいたしました。皆様とはまた来週お耳にかかれますことを楽しみにしております。今日はこの辺でおやすみなさい。おやすみなさい。ブルーミンデイズ日々これ良き日。